なんかこの、藤井さんから何か。いや、600勝に関して藤井竜王から特に何か言われたわけではないです。記者会見でなんか、師匠が600勝されましたが、みたいなことを聞かれてたと思うんですね。で、それは知りませんでしたみたいなことを確か答えていたと思うんですが、ね、なんか誕生日も覚えてくれないし、なんか600勝もね、覚えてくれないし、ちょっとね、悲しいなと思いました。まだ彼は私の半分も勝ってないわけですから、ね、まあ、そういう意味では、まあ、六勝の重みというのをね、彼もいつか感じる時があるかもしれませんけど、まあ、とりあえず次700勝が目標かなと自分は思ってるんですけども、おそらく700勝目は、藤井竜王が早いですね。これは結構自信があります。多分330勝ぐらいはリードしているはずなんですけども、700勝目というのは、まあ、藤井竜王が絶対、先に到着するので、まあ、ぜひ皆さんも、ね、それを楽しみに待っていただければと思います。